自分が演じるなら、えでも和弘さんもやなんか演じてみたいなと思いましたしあのでも、あのお二人のセリフ量を見たときにちょっと嫌だなと思いましたこの編集者文芸の編集者夫婦ならではの言葉のが、ね、そうですねすごくやっぱり頭のいいご夫婦の会話なので、はい、なんか憧れつつもちょっと撮影は。 恐ろししいいなと思いました、はい、和弘のどんなところを演じてみたいと思われたんですか <laughs>、えー、そうですねあの、本当にやっぱ K さん演じる和弘さんがすごくあの可愛らしさと男らしさとバランスが素晴らしくてあの、なんかその魅力にちょっと僕も惹かれたかなと思います。 ありがとうございます。深田さんにも同じご質問を、はい、どなたのキャラクターを演じられてみたいですか和弘と浮気をしている大学生の冬ちゃんです、ね、こう若いって無敵だなってこう怖いものがないんだなっていうその芯の強さっていうのがちょっと憧れましたね。 の繊細さもあって強いところもあって、はい、また魅力的なキャラクターですがじゃあどちらの気持ちももしどちら,を演じるどちらも演じられたら分かるとということですねそうですね、はい、それできっと、ちょっと夏みもちょっとひ,ひるんじゃうけどまあ若いなっていうふうに思ったりする部分もそういうシーンがあったんですけど。はいえーと Z の札を皆さんにお配りしましたこちらで2択でお答えいただきたいと思います、はい、丸尾のように話したこともない人に憧れたり好きになったりしたことがあるか A、ある、G、ないこのどちらかを挙げてください皆さんよろしいでしょうかそれではお願いしますどうぞ<あ>これは深田さんがある A を挙げてらっしゃるので伺っていいですかはいはい やっぱりあのこうテレビを見ていたり映画を見ていたときに素敵だなっていう方がいるとあこの人のお芝居いいなとかそういう憧れですねこう好きにっていうのとはまた違うかもしれないんですけどそういった意味を含めてこちらにしました。 そして両サイドお二人片寄さんと田中さんは G ないということですが片寄さん伺っていいですかはい、えー、そうですねまあごめんなさい田中さんは A でしたねあれ変えましたあれどうぞどうぞ大丈夫です片寄さんにまず伺います <laughs> はいえー、っと僕そうですねなんかやっぱりすごく話す人と話すのがすごく好きなのであのやっぱり話してその方の深い部分とかを知ってなんかより あの、その人を理解した上で、なんか憧れたりとか好きだなって思えるのかなと思うので、はい。なんか歳を追うごとにより、なんか話すことのなんか重要性を感じている気がしています。はい、はい、ありがとうございます。田中さんは最初どっちでしたっけ？っあ、g にされていたない。あるってことを今思い出したわけですね。いや、あの恭子ちゃんの話を聞いて。ええ その、えっと、テレビを見てたりとかそういうところまで行くとああのーあのー、めっちゃ憧れる人多い憧れますよね。あのー、何でしょうね美術館とか行って絵見たらこういう絵描ける人いいなってまず憧れるじゃないですか <laughs> 顔も名前も知らないのに <laughs> そういうのとかあとテレビ見ててやっぱ、ね、あのー、自分たちと違う。 いろんな、まあ、まあ、あの、本当でも、そんなこと言ったら、あれですね、うん、もう。憧れっぱなしですね。ね、すごい、すごいなっていう人いっぱいいるんで。それ言われると、はい、こっちになっちゃいます。はい、はい、深田さんの。上辺というかね。はい、その、憧れるという大きな枠で見たら、確かにあるなという。はい、い皆さん、ありがとうございました。作品にまつわる、ええ。おわ、ジーの、ご質問させていただきました。